アリーグレッドソックス、オリオールズ、2024年8月16日ボルティモア、レッドソックスの外野手、31、が16日、日本時間17日、敵地でのオリオールズ戦に、6番、DH で先発出場。3回にサゼンダを放つと、4回には8号スリーランを放った。レッドソックスは4-4の4回に5番オンが敵地打を放って勝ち越すと、 続く吉田が西一二塁から初球のカーブをうまくすくい上げて右声にスリーランを叩き込んだ。右翼席でオリオールズファンの女性がボールをキャッチして一度は大喜びして飛び跳ねたが、敵軍の選手が放ったホームランボールとあり、その後はグラウンド内へ投げ返した。ベンチに戻るとセレブレーションのメダルを首にかけられ、満面の笑みを浮かべてナインとハイタッチを繰り返した。 吉田の一発は8月10日のアストロズ戦以来6試合ぶりで、8月は3本目。この一発で打率は290に乗せた。現地実況も、まさの一発はビューティフル、と絶賛した。